こんばんは。どうも気のせいでしょうか。いつもの年よりも長くかつ寒い冬がようやく遠のきまして、やっと4月になりました。今朝の東京などは雨上がりで、誠に清々しい気分で春の息吹というものをいっぱいに感じたものです。